銃、ドラッグ、自分自身で。ラッパーが亡くなったというニュースは毎年当たり前のように流れてきてしまいますが、彼らの音楽と世の中に与えた影響は生き続けます。今回は亡くなるには若すぎたラッパーたちを8人紹介して彼らの功績に迫ります。ポップスモーク。2020年2月、ポップスモークはエアビーで借りたハリウッドの豪邸にいたところ、5人の男に強盗に入られ命を落としたと言われています。彼はアミリのプレゼントを SNS に載せ、そこに住所が書かれていたことで場所を特定されたと言われていますが、金を持っていることが知られていて不特定多数に見られる著名人は今の SNS 時代において気が抜けません。彼が世を去ったのはわずか20歳でしたが、その若さにしてラップゲームを変えました。2019年のブレイクアウトシングル Welcome to the Party の伸びる808、ささやくボーカルは当時あまり耳にしなかった不気味な雰囲気を醸し出していました。これはシカゴで始まって UK で形を変えたドリルミュージックの影響を強く受けたものですが、もしポップスモークがいなかったらこのドリルサウンドは世界中に届いていたのか。ここまで世界には広がらなかった、もしくは数年遅れていたと僕は予想します。ポップスモークはこれからも語られ続けるゲームチェンジャーです。ヤングドルフ。数々の争いを生みながらも数々のスーパースターを輩出する町サウスメンフィス。クラック中毒の両親の元で生まれ、祖母に育てられた彼は9歳の時に男が撃たれるのを見たとラップしますが、その逆境を音楽という力に変えました。ヤングドルフは長いものに巻かれるタイプではなく、独立して自らのレーベルペーパールートをラップ界の一大勢力にしましたが、自己投資で富を築いた後はメンフィスにも還元していきました。かつて通った高校には2万5000ドルを寄付し、感謝祭の日には毎年メンフィスの家庭に七面鳥を手渡し、ただ彼が最後を迎えたのもメンフィスでした。2021年11月、帰省時にお気に入りだったパン屋マキーダズホームメイドクッキーズで彼は2人の男に銃撃されました。36歳でした。ヤングドルフが見せたインディペンデントでの成功の仕方やコミュニティへの還元は現在彼のいとこで一番弟子であるキーグロックによって引き継がれています。ジュースワールド。実はヤングドルフのいとこであるジュースワールドは2019年12月、わずか21歳にして命を落としました。彼はプライベートジェットで LA からシカゴへの移動中、ドラッグ所持を聞きつけた警察がシカゴで待っていると聞き、所持を隠すために大量摂取して亡くなったと言われています。ジュースの死後からすでに3年以上が経っていますが、今もスタジオに入ってるんじゃないかと錯覚するほど彼の音楽は生き続けています。約3000曲もの未発表曲を残したと言われる制作ペースは短いキャリアにおいて異常ですが、それプラス息をするようにヒット曲を生み出す能力、魂のこもった息遣いと歌声をキャッチーなメロディーに乗せて素直で感傷的な歌詞で届ける曲は人の心を動かします。そして彼はスタジオで即興で曲を作ることが多かったようですが、1時間ぶっ通しでフリースタイルを続けるのは正気の沙汰じゃありません。ジュースワールドの伝説は死にません。キャピタルスティーズ。2010年代初頭、プロエラはニューヨークのオールドスクールなビートと、10代とは思えない練られた歌詞とライミングでニューヨークがラップのメッカであるということをリスナーに再認識させました。そんなグループで一番目立つ存在はジョイ・バラスかもしれませんが、彼もお手上げのリリカルなラップとカリスマ性でこのビーストコーストムーブメントを率いたのはキャピタルスティーズです。しかし晩年彼はスピリチュアルな思想を深めて、仲間は会話が噛み合わなくなっていったといいます。2012年12月、ジエンドというツイートを残してレーベルのビルから飛び降り、わずか19歳にしてこの世を去りました。彼には謎が多く残りますが、確かなのは人を引きつける魅力を持った情熱あるリーダーであり、そのラップも聞く価値があるということ。彼についてもっと詳しくはこの動画でまとめています。テイクオフ。近年ラップシーンの中心となったアトランタ、トラップを世界的なものに押し上げたのはミーゴスと言っても過言ではないでしょう。元メンバーのオフセットは、それまでストリートやクラブのものだったトラップミュージックをミーゴスがフェスまで持っていったと話しますが、彼らはビートルズの記録に並ぶほどとにかくヒット曲を連発。ステアフライを聴いて中華料理が食いたくなった人も、モータースポーツを聴いてスポーツカーのために無理なローンを組みたくなった人もいるかもしれません。しかし2022年突如不仲が噂されたオフセットが脱退。おじと甥っ子の関係の2人は活動を続けましたが、テイクオフはその年の11月、ヒューストンのプライベートパーティーでトラブルとなり、流れ弾に当たったと言われています。彼は28歳でした。テイクオフは物静かなので、ミーゴスの中では過小評価されがちですが、クエーブは彼こそがメンバーの中でも最高のラッパーと主張しており、フローにおいてもリリックにおいても際立つテイクオフにマイクを渡したら確実に仕事をします。
キングボーン。ドリルと共に数々のスーパースターを生み出したシカゴサウスサイド。そんなサウスサイドの小さなエリア、通称オーブロックは特に危険な地域として知られており、チーフキーフを輩出し、近年はこのキングボーンもオーブロックを叫び続けてきました。彼の数えきれないほどのマグショットは歩んだ人生の壮絶さを物語りますが、銃に生きたキングボーンは銃に倒れました。2020年11月、アトランタのモナコフカラウンジの駐車場で鉢合わせたキングボーン一行とクワンドロンド一行が乱闘に発展。すぐに銃が出て3人が負傷し3人が死亡、そのうちの1人が当時26歳のキングボーンでした。彼のキャリアは決して長くはありませんでしたが、その中でも高めのキャッチーな声と自分の経験を伝える生々しいストーリーテリングは際立っています。彼がもし生きていたらと想像すると、今よりもビッグなラッパーになっていたはずです。ドレイコ・ザ・ルーラー。LA サウスセントラルのドレイコ・ザ・ルーラーは、ここ数十年で最もオリジナルな西海岸のスタイリストと LA タイムズに称されるほどの影響力を持つラッパーです。一曲聴けばわかりますが、冷酷なささやき声の会話っぽいトーンのラップは唯一無二。本人がナーバスミュージックというように、常に気が抜けないサウスセントラルのライフスタイルを表現する彼の曲には緊張感が漂います。しかし彼は2021年12月、 Once Upon a Time in LA Fest のバックステージで複数の男に襲われ、28歳にして亡くなりました。彼にはラップを始める前から常に法的な問題がついてまいりましたが、そんな中でも彼のユニークな声は確実にラップ界にインパクトを残しました。だるそうにラップをしながらも、よく聞くと面白くも怖い独自の言葉遣い、レンブルや OTM などドレイコの影響は LA の様々なエリアから感じられます。XXX テンタシオン。2018年6月、 XXX テンタシオンは銀行に行き、5万ドルの現金を引き落とし、フロリダのリバモータースポーツに向かいました。彼はそこでの買い物の後、黒の BMW i8 に乗り込み店を去りましたが、そこに SUV が立ちはだかります。車から出てきた2人の男によって強盗、銃撃をされました。 X が20歳で亡くなってからもう5年が経ちますが、彼の人柄は良くも悪くも人々を引きつけ続けます。死亡時には妊娠中の被害者に対する過重暴行、不法監禁、家庭内暴力、証人詐欺などの犯罪容疑に直面しており、暴力的な側面が批判されることは多いですが、反面ファンと直接コミュニケーションを取る姿や愛情深い一面も印象的です。そして音楽面での影響力も無視できません。 X は2018年、 Spotify で3番目に聞かれたアーティストとなり、クエスチョンマークは Spotify で最もストリーミングされているヒップホップアルバムです。Look at me などで聞かれるダークで歪んだ音、南フロリダの仲間とステージ上で見せるエネルギーは時代を象徴するものでしたが、これからも彼の話題が絶えることはなさそうです。今回の動画では8人のラッパーを紹介しましたが、もちろん他にもレジェンドはたくさんいます。彼らの功績や魅力はこれからも伝えていきたいですが、生きているラッパーは生きているうちに称賛すべきで、そんな過小評価されがちなラッパーもたくさんいます。YouTube だと見る人が少ないので、どうしてもそういう知名度のないラッパとか深掘りした話題は喋りづらいですが、ラップコミュニティの方では毎週僕が1時間がっつりラップの話をしています。他にもチャットでラップ好きのメンバーの方たちといつでもコミュニケーションが取れたり、ラップ好きのためのコミュニティなので、ぜひ概要欄のリンクから具体的な内容を覗いてみてください。そして公式 LINE の方では限定コンテンツもプレゼントしています。こっちも概要欄の方からどうぞ。それでは今回もご視聴ありがとうございました。